皆さんこんにちは、モフリココとパピネンです。今日はラムスエンジ NE ピコイオン水化粧水トライアルサイズ 30ml 999円送料無料、こちらのご紹介です。これですね、個人的に非常に興味を持った化粧水です。化粧水っていうのは通常その9割が水でね、もっと単純な化粧水の場合は 99% が水っていうのも少なくないです。で、残りの部分が保湿成分やら植物エキスになります。なのでね、その9割以上占める水に特徴のある化粧水ですね。個人的にとても興味を持ちます。で、まあその9割占める水に特徴を持ってる化粧水も結構ありまして、例えば温泉水やったり、ナノ化した水やったり、電解水やったり、いろいろあります。で、今日ご紹介するこのラムスエンジ NE ピコイオン化粧水ですね、これがね、今までに私が使ったことのない水が使われてまして、本当に非常に興味持ちました。それがですね、特許の電子技術処理法を用いて製造された水素イオン水というのが主成分です。ここに水素イオン水の文字ありますね。で、しかも電子処理する製造段階で1ナノの10分の1ピコレベルまでその小さくなるとここに書いてあります。もう本当にこれ日本の技術力を実感する内容の化粧水かと思います。そんな水素イオン水について、ここの水素イオン水についてまあサクッと説明しますと、生成水の10万倍の水素イオンを含み、その水素イオンによって活性酸素を中和させる、要は抗酸化作用の効果があるそうです。なのでね、そんな水素イオン水が主成分であるので、これ成分的にも非常にシンプルです。ここに成分あるんですが、ちょっと言いますと、BG グリセリン、ベタイン、ベンチレングリコール、トレハロース、加水分解コラーゲン、サニックスニグラ樹皮エキス、ヒアルロン酸と、本当にこんだけです。防腐剤も入ってません。理由はですね、この水素イオン水というやつは、開封しても数年間腐らない特性があるそうです。ここにあります、数年間は腐らない、もう本当にびっくりなんですが、しかもこれ強酸性であるのに無刺激ということで、それがここですね、 pH2.2 という強酸性でありながら無刺激。これね、実際これここのとこずっと私使ってるんですが、刺激本当に一切ありません。そんなこれちょっと中身の方も、出して見ていきたいと思います。まずはこれ本当にね、ただのこんな水みたいなやつです。で、手のここの方にちょっと出しますね。いきますよ。おりゃ、わかるかな、なんか水みたいなの出ましたね。で、これがね、もう本当になんかテクスチャーも水みたいなやつですわ。でもこうさすがピコレベルまで分子が小さいだけあって、もう本当にあっという間に、本当にあっという間にこれ浸透します。で、しかも浸透した後がなんかしっとりという、もう本当にすごくこれ不思議な化粧水です。もうちょっとびっくりしました。で、また使い心地がいいんでね、最近こればっか使ってるんですが、この内容からね、敏感肌、トラブル肌、また成分の良いものを使いたいという意識の高い方にもおすすめかと思います。もちろんコスメオタクさんも一度はこれ試す価値ある化粧水かと思います。というわけで、また詳しい詳細につきましてはアット美人ブログ、覗きに来てやってください。今日は、ラムスエンジ NE ピコイオン水化粧水トライアルサイズ 30ml 999円送料無料、こちらのご紹介でした。